時の塵の中の放射性元素が壊れてエネルギーを出し、地球の内部を溶かしてる。それがマグマなんだ。ああ、水蒸気がすごいね。大昔は地球全体がこんな感じだったんだね。地球上に生命が誕生し、そして緑の大森林が登場したのがおよそ3億年も昔のこと。これらの植物は地球に届く太陽エネルギーのうち 0.3% を利用してるんだよ。あ、大きなトンボがいるね。昔はね、こんな大きなトンボがね、この緑の大森林を飛び回ってたんだろうね。あ、ゴキブリもいるぞ。アロサウルスもいるぞ。おや、どうやら僕たちは葉っぱの中に入っちゃったね。光合成って言葉聞いたことあるかい？これはね、太陽の光と二酸化炭素で炭水化物を作る活動のこと言うんだよ。光合成は植物の細胞の中で起こっている化学反応だけど、動物や植物が成長し生きるために必要なエネルギーを作り出しているんだね。石油や石炭などの化石エネルギーが渦漏れているね。これは前に見たような動物や植物が太陽エネルギーの恩恵を受けながら長い年月をかけて姿を変えたものなんだ。つまり石油や石炭は太陽エネルギーがなければできなかったということが分かってくれたね。さあ、その全てのエネルギーの源、太陽へ迫ってみるぞ。あ、隕石だ。ダイバー号の諸君、気をつけたまえ。太陽の直径は地球の109倍、表面温度は6000度、中心部はね、なんと1500万度を超えて水素原子がバラバラになって飛び回ってる。この太陽の熱や光は実はね、原子核がくっつく核融合反応によるエネルギーなんだよ。水素原子核が集まって一つのヘリウム原子核に変わるとき、石油の1500万倍という莫大なエネルギーが生まれる。すべての物質は原子という目に見えない非常に小さな粒からできている。原子の中心、つまり原子核が結びつくことを核融合といい、先ほどの太陽で見てね、一方原子核が分かる原子核が核分裂といね、どちらもものすごいエネルギーを出すんだ。今度はその核分裂の世界へ行ってみよう。